ボーイ海山は北東太平洋にある大規模な海底火山であり、カナダのブリティッシュコロンビア州の沖合にあるハイダグアイの西方 180km に位置する。この海山の名称はアメリカ合衆国沿岸測地測量局の技師、ウィリアム・ボーイに由来する。この海底火山の山頂は平坦で、海底から約 3000m はそびえ立ち、海面下 24m に達している。 北はアリューシャン海溝から南はハイダグワイエイタルプラットイコールウェルカー、ミヤマ列、あるいはコーディアックボ防イ海山列と呼ばれる長大な海底火山からなる海底山脈の南端に位置する。ボ防イ海山は太平洋の底で北西に移動する地球の表面を構成する大きなセグメントである太平洋プレートの上に乗っており、その山麓の北と東側は 近隣の火山に囲まれている。北側に位置するのはホジキンズミヤマで、東側はグレアム海山である。ミヤマとは海底からそびえ立つ火山である。火山を取り囲む無人像の水の存在により、陸上の火山とは異なる振る舞いを見せる。ボーイ海山の噴火により溢れ出た溶岩は玄武岩となる。通常は灰色から黒色あるいは暗褐色の火なり岩で、 計算含む率が低い。玄武岩質溶岩が冷たい海水に触れると急速に冷やされて枕状溶岩になり、それを割り開いて高温の溶岩が溢れ出てさらなる枕状溶岩の形成を繰り返す。枕状溶岩の表面は急速冷却によりきめ細かいガラス質の外角を持ち、放射状に結合している。少なくとも3000メートルの高さを有し、 海面下24メートルに達するボーイ海山は、ブリティッシュコロンビア州の沿岸部だけに及ばず、カナダの水域全体で最も浅い海底火山であり、北東太平洋に範囲を広げてもトップクラスである。ほとんどの海山は、水深が数百から数千メートルの深海で、見つかっているのだ。逆に、ボーイ海山が陸上にあったとすれば、ブリティッシュコロンビア州南西部のホイッスラー山より、 およそ600メートルは上回るが、カナディアンロッキーの最高峰であるロブソン山には800メートル及ばない。ボーイ海山の山体は全長が約55キロメートルで、幅はほぼ24キロメートルである。その平坦な山頂部は弱く結合した手札で覆われ、二つのテラスからなる。低い側のテラスが水深約230メートルで、高い側が 約80メートル、そして切り立った側面の第二のサミットが海面下25メートルを超えてそびえている。物理の検知からして海底火山の有効サイズはその3階が単独で示唆するよりもおそらくは非常に大きい。ワシントン州沖合のコップ海山を含む太平洋、川北西部に沿って並ぶ他の海底火山群では三山の山頂から30キロメートル以内の範囲で プランクトンと呼ばれる小さな冬ゆ機体が様々に入り混じり大量発生する様相を見ることができ、同等の規模を有する防衛改ざんでも周辺海域に同様の影響を与えていると考えられる。ホジキンズミヤマとその背後の防衛改ざんの 3D 描画防衛改ざんは約11万年前に始まり1万年から1万5000年前に終了した最終表記、別名、 ウィスコンシン表記を通して海底の割れ目噴火により生じた。太平洋のほとんどの海底火山は100万年以上前に誕生しているが、防衛海山は比較してかなり新しい。宮山の基板岩は100万年に近い年月を経ているが、山頂部の生成は1万8000年よりも新しいことを示す火山活動の痕跡がある。地質学の検知からすれば、これは 非常に最近で火山活動が現在でも進行している。可能性も有している。防衛海山の海中の山頂に接近しているため、過去の海岸線は波浪の活動により途切れており、海浜堆積物はこの海底火山がかつて単独の火山島あるいは火山活動による小規模な群島として海上に顔を出していたことを示している。ボイ火山が誕生した。 最終表記の間、海水面は現代よりも少なくとも100メートルは低かったと見られている。コーディボーイ・ミヤマ列の地図ボーイ火山を生み出した火山活動の起源には論争がある。地質学の研究によれば、コーディボーイ・ミヤマ列はマントルプリウムと呼ばれる上昇するマグマの上に形成されたことが示されている。コーディボーイ・ミヤマ列を含む海産群は、 マントルプリウムの上で生成されて、そのマグマ源から太平洋プレートにより北西方向へアラスカ州南部の海岸線に沿ってアリューシャン海溝へ向けて動いている。コーディボーイヤマ列を構成する海山を構成する火山岩は典型的な海洋島原部岩のように酸を中和した化学物質を有しているが中央海霊原部岩に見られるように ストロンチウムの含有率が低い点で異常と言える。しかしながら、防衛改ざんを構成するストロンチウムを有する火山岩は、鉛も含有している。したがって、防衛火山を形成したマグマの混合は、明らかに高い鉛同位体比を有する地球のマントルや玄武岩の中で枯渇したソースの部分誘拐の度合いが変化したことが原因のようである。 地質学の研究の間の評価は、多量の枯渇したソースの成分割合は60%から80%の間を示している。コーディボーイ・ミヤマ列の起源におけるいくつかの観点は、不明確なままである。ボーイ・海山の南の都度、ウィルソン・海山で発見された火山岩は、ミヤマが、ハイダン・ワイの南のマントル・プリウムの直上をもしくは、 付近に位置していれば予想されるような最近の年代の新鮮なガラス質枕状溶岩である。しかしながら、防衛海山のある海底部が中心夜の1600万年前に生成されていても、頂上部は最近の火山活動の痕跡を残しているため、その起源はさほど明らかではない。仮に防衛海山がマントルプリウムの上で形成され、現在はその位置をつぞ、 ウィルソン海山が占めているとすると、ヤマはマグマ源からおおよそ6 2 5キロメートル、年に4センチの割合で移動したことになる。ボーイ海山の知史は、その平坦な山頂部の侵食度合いと矛盾がないものの、最近の火山活動の源泉が不確かなまま残る。それにもかかわらず、ボーイ海山のはるか北方にある、ディケンズ海山とプラッド海山は、 宮間列の想定される傾向の中に多少は収まっている。コーディボーイ宮間列の一部もしくはすべての宮間の起源に関する別の仮説では、バンクーバー島の西の分岐プレート境界であるエクスプローラーリッチのトップで生成され、海洋定の拡大によって移動してきたとされる。コーディボーイ宮間列の中にはマントルプリウムの痕跡として想定される年代に従う海山も、 存在するが、デンソン・ミヤマのような他の海山は、仮説が示唆するよりも古い。結果として、コーディ・ボーイ・ミヤマ列は、地球科学者から竜気とマントル・プリウム火山活動との、混合でもあると提案されている。ボーイ・海山海洋保護区が紹介されているカイル・ニガーのハイダ・ヘリテージ・センターボーイ・海山は活発な、生態系を有する、生物学的に豊かな領域を維持している。 研究によれば、カニやヒトで、イソギンチャク、カイメン、イカ、タコ、メバル、カレー、ギンダラが高密度に生息している。また、ミヤマ周辺では、トドヤ、シャチ、ザトウクジラ、マッコウクジラなど8種の海生哺乳類と16種の海鳥が確認されている。これは、ボーイ海山が北東太平洋において貴重な生息地であり、地球上で、 最も生物学的に豊かな場所の一つであることを示している。この豊富な海洋生物群は植物プランクトンや動物プランクトンなどの微子的な食料供給により支えられている。豊かな生態系により、防衛改ざんは2008年4月19日、カナダの海洋法に基づき海のオアシスと称されてカナダ7番目の海洋保護区に指定された。発表は ハイダグワイのスキッドゲートにおいて、ロヨラハーン水産海洋大臣とハイダネーション議長であるグー・ジョの両名により行われた。この発表において、ガリー・ルーン天然資源大臣は以下のように述べている。防衛改ざんは深海における気象かつ生態系、豊かな海のオアシスであり、そして我々カナダ政府は、この海域の保護を実行に移す施策を取れたことを、誇りに思う。 ハイダネーション議会、そしてカナダ野生生物基金等のグループと提携して働くことにより、我々は未来の世代へ、この唯一無二の宝物を守り伝えていくことを確実なものとしています。保護区はむね長さが1 1 8キロメートル幅が8 0トルあり、総面積は6131平方キロメートルに及ぶ。ブリティッシュコロンビア海岸にある2つの 海洋保護区としては北側に位置する。防衛海山海洋保護区には、パース海山とホジキンズ海山も含まれている。防衛海山の浅い水深は、ブリティッシュコロンビア海岸の沖合において、スクーバダイビング機材を用いて、容易にたどり着ける宮間として、唯一の場所を作り出している。1969年3月、新たな装備パッケージ開発のための研究の一環として、 カナダ統合軍海上部隊により、CSS ・パリゾーからこの海底火山への潜水が行われた。2回の潜水により、山頂部分のモノクロ写真が撮影され、危険な生物が生息していないか調査するために、植物、動物、バクテリア等が収集されたことにより、防衛海山の基礎的な環境資料が確立された。収集された資料は7いにある。 太平洋生物学ステーションにおいて同定され、海洋堤に生息する11種の無脊椎動物のリストが作成された。防衛海山の東斜面1969年8月には、カナダ漁業調査委員会による科学的調査のため、カナダ統合軍海上部隊のダイバーが、再び潜水を行っている。この調査により、山頂の平坦部で非常に多彩なメバル族等の、 いわゆるネズキ魚や様々な種類の海底生物を認めている。大量のモノクロ写真が撮影され、記録のためにわずかに海藻が採集された。しかし、防衛海山の周囲では、他の種類の海洋生物に関する記録は残されていない。1996年11月に発売されたナショナルジオグラフィックシエ、ミヤマの世界という題名で、二人の潜水冒険家、 ビルカートシンガー及びエリック・ヒンターによる、ボーイ・カイザンの解説記事が掲載された。二人は、スクーバを用いて、水深50メートルの宮山山頂部へ潜り、さらに斜面を水深150メートルまで到達している。二人が撮影した写真には、ボーイ・カイザンの高涼とした山頂に、分厚く階層に覆われ色とりどりの深海の生物が、住み着く様子が捉えられていた。 ヤ山の斜面では様々な種類のメバルが捉えられていた。北東太平洋にある小タン海洋研究所の科学者ビル・オースティンは、ナショナルジオグラフィック協会が撮影したビデオフィルム前編を調査し、防衛改ざん周辺の海底に生息する植物症や動物症を分類した。ビデオフィルムから、オースティンは通常は看板の影響を受ける浅い水域に生息する。 数種の無脊椎動物に最も注目を示し、通常よりも深い海底に住みつき、しかも通常よりも大型であることを明らかにした。写真家、ビデオ作家であるニール・マクダニエルに率いられた5人のダイバーチームが2003年8月3日から5日にかけて海山を訪れ、水深40メートルの山頂部で生物学的調査と撮影を行った。その結果、 18種の藻類、83種の顕著な無脊椎動物、12種の魚類を記録し、おおよそ180枚の水中スチール写真と約90分のデジタルビデオ映像を記録した。特筆すべき記録として、山頂を遊泳する濃密なメバルの群れと多数の奇妙な坊主銀湖が捉えられている。ボーイ海山海洋保護区の設立に重要な役割を果たした。 太平洋北東岸の先住民であるハイダネーションにとってこの海底火山はスカーン・キングラズと呼称されている。彼らの言語によるその意味は外に見える超自然的存在である。この火山はハイダネーションにとって長らく特別な場所と考えられてきており、ハイダネーション議長の偶像はこの地について以下のように述べているスカーン・キングラズは この星に対する敬意と保護の必要を促す変化を象徴する。これは海の生命を消耗させてきた流れを覆す極めて重要な天気である。その浅い海進がために防衛海山は陶器の間ブリティシュコロンビア海岸を直撃する強力な嵐のために潜在的な海洋上の危険となっている。20メートルを超える箱が記録されており、それがために 山頂部が露出しこの海域を通過しようとする船舶を座礁させる可能性がある。このため、防衛改ざんは周囲を航行する船舶に対して回避すべき海域として勧告されている。ありがとうございます。